笹島康弘です。今日はハコメーゼを使って家庭でも簡単にできるオムレツをご紹介したいと思います。ボロネーゼソースにしっかり味がついているので美味しいソースですね。より簡単に冷凍のミックスベジタブルを使います。旨味もねしっかり入ってますので、もうお塩とかしなくてもこのままでいいと思います。卵黄と卵白が少し切れたらいいぐらいです。軽く温まったら卵液を入れます。外側の火が入ってきた方を中に入れるような気持ちで混ぜてあげます。真ん中の部分が火が入っていない状態で蓋をします。